で、遊んでいきましょうか。ここら辺がストレス値が低いですね。ハンセン病患者に荒くれ者、あとはこのモッドで追加したスラール、こいつはどんな攻撃するのかちょっと今んとこいろいろ謎ですが、入れていきましょう。あとは道化師が比較的ストレス値が低いですね。じゃあ今回はここにしますか。ウェアルドの浄化のマップで、ちょっとネット上で調べたんですが、このキャンプの使い方わかりました。各部屋でこの薪木を使うことによって多分キャンプができるようになる。これは全然気づきませんでしたね。で、そこでは食料たっぷり使うようなんで、食料やっぱりいっぱい持っていった方がいいらしい。で、キャンプすることでストレス値とかを減らすことができる。今までね、ストレスにすごい苦しめられてきましたが、これを使えばよかったんですね。そこそこ遊びましたが、ようやく気づいた感じですよね。だけど食料いっぱい買いましょう、まずは。あと忘れてはならないのが松明。ショベルも必要ですよね、やっぱり。あ、お金が相変わらず足んねえな。食料もうちょい欲しい感じですね。あと4つぐらい。あ、ギリギリ変えたな。じゃあこれでいきますか。出発。このマッパは上と右に分かれてますね。じゃあまずは上。墓場発見したな、早速。じゃあ道化師あたり調べるか。ああ、なんか悪い。毒だったが抵抗者。敵か？ゾンビ毒。こいつらどうするかな。まずは道化師。じゃあ収穫で奴らを刈り取る。ほい。ああ、ダブル回避。なんてこった。敵の攻撃だがかわした。いいね、こっちも負けじと回避してますね。しかし出血か。こいつらあまり強くなさそうだから早々に倒してしまいましょう。刻む。まずい体。じゃあ突破の一撃で奴らを切る。ああ、なんだこいつら、回避率高すぎでしょう。では新キャラ、これは自分を回復できるストレス回避が主かな。これは3進むで敵を吹き飛ばす。面白いね。じゃあトランプル攻撃。トランプルで、なんだこいつら、カーギリーズが相当すごいぞ、本当に。うわぁ。今回ね、ヒーラーがいないから、早めの決戦をしないとね。フィナルで、おっと、あ、違う、フィナルじゃないよ、これ。なんかの技を使って、どんどん後ろ行っちゃいましたが、一番後ろで報復するしかないですね。自らを鍛える。じゃあ、再び、突破の一撃。おら、ようやく当たった。しかし、厄介だね、これはね。この位置からは自分を回復するしかない。位置を交代するか。あれ、後ろに行けないで、このキャラクターは。どういうことだ。じゃあ回復しよう。何か回復して、ストレスも回復。敵の攻撃だか。やばいな。しかし、ハンセン病患者は、回復技持ってますからね。よし、フィナーレを決めよう。フィナーレで、こいつを倒す。ふわ、一気に後ろに下がった。次はどうするかな。この近距離攻撃か。これ殴ってみるか。マイム。マイムマイムのマイム、マイム攻撃、なんだって。敵の回避率前に出るかな。回復したいね。トリックハックで、よし。雑魚敵だったがすごい苦労しましたね。これはまずいな。包帯持ってないね。なんだって罠があった。毒か、ちょっとまずいな。さて何かありますが、じゃあ新キャラに調べてもらおうかな。古着をお宝発見。いいね、いいね。ショベルに毒液層、あとは賞金稼ぎ用の装備品か。これはいいな。さて戦闘ですね。どうするかな。まずは敵の攻撃か。ああまずい。7ダメージ、痛い、すごく痛い。じゃあまずは収穫で奴らを切る。はい、いいぞ。敵を出血させた。敵の攻撃は回避。あーあった、タコ攻撃だか。ああ、なんだなんだ、変な位置に移動してしまった。厄介だ。やばいやばい。ハンセン病患者。まずは回復するか、もしくは耐えるか、どっちかだな。これはカウンター技のようですね。じゃあ使ってみるか。あ、全員をターゲットにするの。おーっと、全員に1ダメージして、マーキング、しっぺ返しが発動。でこの技で自らを回復。お、8回復した。これはいいね。結構回復しましたが、突破の一撃でヤツロキル。おお、クリティカルで一体倒した。これは抜群だ。ではソロワンで3進みつつ、いろいろ強化かな。ソロワンで前進、マーキング。おっと、出血で倒した。いいぞ。敵の攻撃だが、しっぺ返しが発動。あーっと、しっぺ返しが開始されて移動した。あー、今週から回復できない。じゃあとりあえず耐震の棒、ディフェンスを固める。うわー、クリティカル、なんてこった。これは痛い。
すごく痛いぞ。早速ストレスが結構溜まっちゃいましたね。とりあえずマイムで奴をそそに倒す。一撃必殺。こっから突破の一撃で突っ込む。お、食ってやる。残り一撃だが、どうなるかな。フィナーレでフィニッシュだ。フィナーレ決まった。ストレスも回復。お宝をたっぷり手に入れた。あー罠、そんなバカな毒。じゃあちょっと戻りますか。じゃあちょっとライフはやばいのでキャンプ使ってみますか。初めてね。お、やった、これがキャンプか。おお、キャンプの利点、食事フェーズとスキルフェーズ。食事中はヒーローを回復することができる。スキルフェーズでは休憩ポイントを消費していろいろ回復させることができる。なるほど、現在は食事フェーズ。おお、なるほどね。8食べさせれば体力 25% 回復、ストレスマイナス10。ぼちぼちだな。ゼロだとまずいんだこれ。相当まずいね。8食べてみると、おお、結構回復した。おお、いいね、いいね、いいね。しかしストレスはそれほどでもないな。次はキャンプスキルを使えとのことですが、あ、これ使えるんだ。自分の身に使える、ストレスは解消する、仲間全員のストレスも解消する。じゃあこれ使ってみるか。ドミナス。あらら、ちょっと待って待って、仲間のストレスが増えちゃって、これダメじゃん。なんてことだ。おい、なんてことすんだよ。これライフ回復かな。他も見てみますか。いろいろありますね。傷の手当、タイムコストって書いてありますが、これ10、残り10分使えるんですね、スキルが。おー、いろいろあるね。これは初めてだから面白いな。主にストレス解消がメインですね。あとストレス耐性とかもつくようですね。じゃあまずこいつ、自分を回復しましょう。自ら回復、いいぞ。あとはこの道化師のエブリローズハズイッツソーン、これは仲間のストレスを解消し4000トン分ストレスダメージを減少させることができる。これ使おう。おっと、いいぞいいぞ。さすがギター持ちだから、みんなを勇気づけることができるんですね。あとはハンセン病患者のライフがやや減ってますね。回復したいな。残り3か、ポイントは。じゃあこの傷の手当、これを使って自らを回復する。自らが回復できない、この技は自らが回復できない、なんてこって。じゃあディフェンスアップあたりを使いたいかな。あら、ああ、間違えた間違えた、使っちゃった。間違えた。まあ仕方ない、これはもう終わりですね。使えるスキルはない。じゃあ休憩、これで終わりか。ああ、なるほどね。キャンパーこういうことだったんですね。もっと早く気づくんだったね。じゃあ先に進みましょう。まあ本当はもっと後の方でキャンプ使った方が良かったんでしょうけど、今回は早々にね、ダメージを負ってしまったんで、致し方なし。じゃあ収穫で、奴らを狩る。いいぞ。ダメージはぼちぼち。出血ダメージか。全体攻撃だが、相変わらず痛いな、こいつは。これ痛い。うわ、ナイフ攻撃か。じゃあ耐え忍んだ後に回復するかな。耐え忍ぶ。敵の攻撃を引きつけると。強化して。ああ、来ないな。荒くれ者の攻撃してきた。厄介なやつ。じゃあ突破の一撃で、奴らを狩る。いいぞ。一体倒した。厄介な鉄砲使いを倒しましたが、これ前に進んでしまうと回復できなかったかな。じゃあこの位置からできることは、とりあえず回復するか。うわぁ、ストレスも回復。じゃあそぎ落としで、こいつを狩る。よし、残り1体だ。デストロイ。これはまだ倒さずに、回復しよう。アドレナリンダッシュ。クリティカル回復。敵の攻撃だが、お、返した。ナイスだ。あー、またか。とりあえず自分を回復してと、クリティカル回復。ストレスも回復した。全開だ。そしてハンセン病患者が自らを回復する。いいね、8回復。これで結構万全の状態。じゃあそぎ落とし、あら、これしか使えないな。ソロワン、ソロワンで前に突っ込む。マーキング。敵の攻撃だが、あー、ちょっと道化師が痛い。道化師がややピンチ。トリックハックで、またとどめてはいかない。残り1回、これで終わりかな。トランプルを当てる。オッケー、フィニッシュだ。ちょっと道化師の回復方法は今食料しかないか。とりあえず開けますか。お宝を発見。100ゴールド。ぼちぼちだ。ショベルを使う。またショベルか。ショベルは残り1だが、大丈夫かな。これはなんだ？なんかネバネバ。クモの巣。お宝を発見した。いいぞ。敵か。こいつら強そうだが、奴ら驚いた。チャンスだ。じゃあまずは収穫で、奴、あーっと回避された。これ厄介だな。アドレナリンラッシュで、まずは自らを回復。強化もすると。よし、突っ込むか。タンパルで、突っ込んで、ダメージ与える。奴らの対立が乱れた。
今チャンスか。とりあえず刻むで、こいつを刻む。14ダメージ。耐えこいないこいつ。おーっと、全体攻撃だが出血した。まずい。結構な出血量だ。全体攻撃、いいぞ、みんな倒した。おっと、いいねいいね。今回は回避率が高い。じゃあ、ソロワンで突っ込む。あ、また敵の攻撃。なんだこいつ。くそ、なんてこった。明かりは、このぐらい。ちょっとつけるか、明かりを。明かりをつけて、突破の一撃で、やつらキル。一体倒した。しかし、ハンセン病患者はこっからは、行動ができないね。相変わらず。とりあえず、報復。自らを強化する。ああ、まずいぞ。ライフは厳しい。じゃあ、マイムで、こいつをぶん殴る。おぉ、決まった。敵を倒して、残り一体だが、一番後ろは厄介だな。うわぁ、全体攻撃。おっと、返した。ナイスだ。よし、フィナーレ。フィナーレで届くね。フィナーレ、うわぁ、来たー。フィナーレ来たー。お宝たっぷり発見。まずいな。とりあえず、道化師に食べ物を食べさせますね。2個ほど。おっと、再び戦闘か。さて、今回はどうなる？で、定番の収穫で、奴らを狩る。出血ダメージ。敵の攻撃だが、おっと、ストレスか。今回はストレス値がそれほど溜まってないから。うわ、敵の攻撃、痛いな。ストレスが溜まってくれた方がいいかもね。敵の近接攻撃はちょっと痛い感じですね。このぐらい、明かりをつけよう。まずは刻んで、こいつを倒すか。ほい、まずは痛い。That's right。お、ナイスだ。敵の攻撃をかわして、テンパイルで突っ込む。ほう、あーっと、死体のみ。次は荒くれ者の突破の一撃で、前に突っ込む。おお、大ダメージ。次入ったぞ。これはご機嫌だ。それちょっとやばいから、ターンをパスするとヒーローがストレスを受ける。マジで？じゃあソロワン使うしかないな。ソロワンで突っ込む。マーキングだが、まずいかな。あ、まずいな、これ。ああ、やばい、死ぬ。どう消して死ぬ。まずいぞ。この位置からは、報復を使う。どう消しピンチ。ピンチだ、ピンチ。超ピンチ。よし、突破の一撃で、やつらを切る。残り一体。こっからは、ぶん殴ることはできない。自ら回復。ああ、まずい、まずい。虫の息が来たー。やばい、出血で今は死ぬかもしれない。やばい。うおー、弱体。ああ、生きてる。ああ、どうする。フィナーレ。フィナーレ攻撃。これは最後だ。ああ、死ぬー。お宝をゲットしたが、砲台がない。とりあえず食料を食べさせよう。これを食べればなんとかなるはずだ。よし、一回復した。じゃあお宝を漁って、何もない。これどうしますかね。とりあえず先の部屋に包帯があることを望みながら進んでみますか。食料を食べつつね。また虫の息。食べ物食べろ。食料。無理やり口に食べ物を突っ込んで、古着を調べる。お宝発見。行くぞ。墓場を発見したが、虫の息また。ああ、どうだ？食べられるか？まだ食べれるね。食べて回復。じゃあ墓の調べますか。ああ、毒だったが、耐えましたね。ああ、状態戻ったね。ああ、罠があった。気づかなかったよ。毒か。回復するかな？毒質を。あれ？もう使っちゃったか？あったあった。毒を回復。先に進んで。やばい、暗い。まずい、耐えます。まずいぞ。ああ、まずい。タイマー使ってない。敵覚え来るな、これ。あ、よかった。じゃあ、ふんだんに明るくして、とても明るい。あ、隊列間違ってんだ、俺が見ると。まずいね。それターンオーバーする。ストレスを受けるが仕方ない。おっと、ナイスだ。返した。じゃあ、自らを耐え忍んで、敵の攻撃を引きつけましょう。道化師に行かないようにね。あら、くれ者が耐えてくれる。ああ、来た。まずい。ああ。風前の灯火。くそ、こいつら倒すか逃げるか。いや、やろうじゃないか。よし、しっぺ返しを発動するぞ。いや、それ引きつける。荒くれ者は、アドレナリンラッシュで、自ら回復する。敵の攻撃だが、しっぺ返し。ああ、回避された。敵の攻撃を回避する。いいぞ。さらに、お、ゼロダメージ。固めてるだけあって。ダメージ受けないですね。お、いいね、いいね。じゃあこの攻撃で一体倒すか。マイムでこいつを攻撃する。まずは一体残り3体だが、トリックハックでやつを切る。2体目。ビーゴン。この位置からは攻撃ができない。上がらず報復で、とりあえず自らを鍛える。来るなよ、道化師に。いいぞ、ギリギリセーフだ。しっぺ返しもらった。残り一体。
いいぞ、来るな、来るなよ。おお、セーフ。失敗し、この位置からも攻撃できないんだ。これはまずいね。とりあえずソロワンで突っ込んでと。マーキング、ああ、何にもできない。反戦病感じ。次、荒くれ者のトリックハックでやつを狙う。うわ、なんとかこなしましたね、このターンは。お宝ゲット。じゃあ食料食べて再び回復。これでいいのか。残りマップはまだ結構あるね、これね。1,2,3,4,5。まあ行きましょう、仕方ない。いよいよお宝が見つかる可能性もありますからね。カラポー、お、ショベルはまだあったっけ。あるか、よかった。あ、食料品が足りない。 20% のダメージ受ける。やめろ、これ仕方ない。ああ、虫の息か。ストレスが溜まった。マゾヒスティック、仕方ないですね。じゃあ今回はこれで帰りましょう。クリスは吐き、いたしかたなしで。まあ今回も結構お金が溜まったんじゃないか。お、6000、なかなかいいですね。さて、なんだこのハテナマーク。何が起きてんだ、何が起きてんだかわからんな。どっかに行ってしまったのかもしかして。駅場所を見てみると、まだ結構キャラクターがいますね。じゃあまずは重機兵雇いますか。このデカブツね。あとはやはりミコが欲しいので、ミコも雇う。